メリー・ホープキンは、ウェールズ出身の女性シンガー・ソングライター。1968年、ポール・マッカートニーのプロデュースによるシングル、悲しき天使でデビューし、1970年代前半を最盛期に活躍。結婚を機にセミリタイアしていたが、1980年代に本格復帰した。以来、50年以上にわたり活動している、ウェールズのポント・アルダウェに生まれた。 ウェールズ語母語に育つ。メジャーデビューする前は、ホークグループ、ザ・セルビー・セット・メリーのメンバーとして活動していた。ウェールズ語のレコードを、地元のレコード会社、カンブリアンからいくつか出している。グループが解散して、しばらくした後、ホップキンのエージェントが、タレント登竜門のテレビ番組として知られた、オポチュニティノックスに応募。ホップキンは合格し、 1968年5月5日放送の会に出演。これを見たツイッキーがポール・マッカートニーに推薦し、ホップキンはビートルズのアップルレコードの第1号アーティストとしてデビューすることとなった。マッカートニーがプロデュースしたシングル悲しき天使は1968年8月30日にイギリスで発表され有名なスター。 サンディショーと共作する格好となったにもかかわらず、彼女の録音が全英シングルチャートの首位に輝き、全米シングルチャートでも第2位を射止めた。アップル所属時代は、その容姿や美声からアップルの歌姫と呼ばれた。1969年1月30日から2月1日にかけて開催された第19回サンレモ音楽祭に出場し、 カンツォーネの瞳遥かにを歌った。同曲は2位を獲得した。同年2月21日、やはりマッカートニーのプロデュースによるアルバムが一作、ポストカードを発表。アルバムセッションに参加したどの番から3曲をカバーしているほか、ジョージ・マーティンやハリー・ニルソンの作品も1曲ずつカバーしている。同年3月28日、レノン・マッカートニー作詞。 作曲のグッドバイをシングル第2作として発表し、前衛シングルチャートで第2位に輝いた。シングル第3作には、ドリスデーの著名な曲、ケセラセラをマッカートニーが用意して新たなリフレインを書き足し、レコーディングが行われた。だが完璧なポップソングとして仕上がっていたため、ホプキン側が発売に難色を示し、結果、 ミッキー・モストのプロデュースによる夢見る港に変更された。発売は1970年1月16日。この一件により、マッカートニーとの関係は悪化し、以降マッカートニーは、ホップキンのプロデュースから撤退する。1970年3月20日に、シングル第4作、幸せの扉を発表し、再び全英シングルチャート第2位を獲得。 同年、英国を代表して、ユーロビジョンソングコンテストに出場した。アイルランドの歌手ナに敗れるも同曲によって、第2位を獲得した。同年7月に来日して、大阪万博にも出場し、その美声を響かせた。1971年には、アルバム第2作、大地の歌を発表。メジャーデビュー以前の音楽性であった、ブリティッシュフォークの香りが漂う作品となり、 当人もこのアルバムでメジャーデビュー後初めて自らの音楽性との合致点を見出したという。同年、大地の歌をプロデュースしたトニー・ビスコンティと結婚してからは音楽界を引退し主婦業に専念していたが、バート・ヤンシュのムーンシャイン、デビット・ボーイのローといった夫・ビスコンティが関与したアルバムのレコーディングに参加したこともある。 現役復帰した頃1981年にビスコンティと離婚。なお、ビスコンティとの間に生まれた娘ジェシュカリー・モーガンは2010年に歌手デビューしている。1984年シンガーソングライターピーター、スケラーン、チェリスト、ジュリアン・ロイド・ウェバーたちとオアシスというバンドを結成、同名のアルバムを発表した。バンゲリスによる映画、ブレード・ランナーの サウンドトラックでレイチェルズ・ソングを歌っている。2000年代には自主レーベルメリー・ホップキン・ミュージックを設立。カバーアートも含むセリフプロデュースに移行している。2005年にはドリー・パートンのアルバムゾーズ・ワー・ザ・デイズにも参加。2018年にデビュー50周年を迎えた。ありがとうございます。